皆さんこんにちは、ようくん町ブラチャンネルです。本日は福島県会津若松駅周辺を散策する動画でお送りします。よろしくお願いします。この町はもうとても有名で見どころはすごい多いんですけども、要点を絞って観光していきますのでよろしくお願いします。会津若松駅に到着しました。まず最初に会津若松のすごい簡略化した地図を用意しました。こちらです。黄色で示されたところが主要な場所となってます。左から会津若松駅、七日町駅ですね、で鶴ヶ城、御薬園、東山温泉で、上にあります飯盛山となってます。左下にあります芦ノ牧温泉は会津市街地からは離れています。そして駅から街中周遊バスが走ってます。赤矢印の赤兵衛というバスは時計回り、反対に青印のハイカラさんというバスは反時計回りに主要な観光地を回ってます。はい、そして今日僕が散策するのはこの赤い線を引いたルートで行こうと思います。まず会津若松駅から七日町駅で、七日町駅周辺を歩き、その後はバスで鶴ヶ城に行きます。で最後に鶴ヶ城から会津若松駅までの通りが会津の市街地になってますので、そこを歩いていこうと思います。残念ながら全部は回れなかったんですけども、ちょうど鶴ヶ城から地図の東側に御薬園とか、東山温泉、飯盛山、白虎隊の件のこともあの動画でサクッと伝えますんで、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いします。まず会津若松駅の乗り入れは磐越西線、郡山から会津若松を経て新潟県秋葉区の新津駅までを結ぶ路線があります。そして只見線、美しい景色を走るのが特徴の路線です。会津若松駅から新潟県魚沼市の小出駅までを走ります。で奥に5番線、会津田島行きが見えます。会津田島は、市街地から南方向にあります。途中芦ノ牧温泉も経由する、列車となってます。駅構内にはこちら会津の有名な伝統品赤べこの模型が飾られてます。べこは会津の方言で牛という意味です。魔除けや疫病除けの縁起物として会津の人々に親しまれてきたとのことです。はい、前置きが長くなりましたが、いよいよ改札から出ようと思います。どんな街か楽しみです。会津若松駅の構内にはお土産どころ会津若松とありまして、ここにお土産屋さんとか飲食店がいくつかあります。で福島といったらね、もう超有名なこちらママドールとか、柏屋の薄皮まんじゅう、あとゆべしがありますが、他にもですね、会津の有名なお菓子が、こちらのお店他にもね、お菓子以外にもたくさん売ってると思うんで、ぜひ立ち寄ってみると良いと思います。そしてお土産屋さんと反対側にこちら飲食店がありまして、会津の名物が、味わえるお店があります。会津といったらラーメン、ヒレのソースカツ丼が有名ですね。とても美味しそうです。はい、会津若松駅を、これから出ようと思います。自動ドアが開きまして、駅の正面はこんな感じになってます。左側には東横インビジネスホテルがあって、左側はちょっとね閑散としている様子があります。逆にですね、今度カメラを右側に回してみましょう。右側には茶色の建物、ビジネスホテルかな、ありまして、他にはねいくつか居酒屋さんがあります。会津の街は駅周辺よりさらに奥に進んだところに魅力が詰まってますので、早速行ってみましょう。ではバスが会津若松駅を出発しまして、最初の目的地七日町駅周辺の通りまで向かいます。七日町はキャッチフレーズが蔵が立ち並ぶノスタルジックな通りで、大正ロマンを感じようと会津若松観光ナビの記載がありました。概要欄貼っときますんで、ぜひそちらを覗いてみてください。駅からバスに乗って約5分くらいかな、この交差点を曲がってしばらくしたら七日町駅周辺の通りになります。でいよいよ降りようと思います。はい、バスを降りまして、これからですねちょっと散策していこうと思います。でバスを降りたところにはですね、こちら建物がもう本当になんか今風というよりはこう昔の時代を感じさせられるような建物が多く並んでます。それではですね、七日町駅までちょっと歩いていこうと思います。通りの途中にはこんな感じでお酒屋さんがあります。地酒屋さんですね。会津はね地酒でもとても有名な町です。通りはこんな感じで歴史を感じさせられるような建物がたくさん並んでます。
半盛時代、つまり江戸時代の時ですね、会津五街道のうち日光、越後、米沢街道の主要道路が通りまして、城下の西の玄関口として問屋さん、宿、飲食店が軒を連ねてたとのことです。で、昭和30年代頃まで、会津一の繁華街として賑わってきました。その後、一度衰退したこの通りは、現在大正ロマンを感じさせられる通りとして、再開発を多分されたのかもしれないです。で、現在観光客に人気の通りになったとのことです。映像にも映っているように、左側の建物も歴史的な建物の味を残しながら、お店を経営されています。ほんとこういうところに来るとね、観光地に来たなって感じで心が癒されます。私はね、普通の一般都市の市街地というか住宅地に住んでるものなんで、なかなかこういう光景が見れないんでね、とても新鮮でした。迎えのお店に馬力本願と書かれてます。なかなか面白いキャッチフレーズですね。そしてお店の張り紙に馬刺しと書かれてます。実は会津の馬刺しは超有名です。で、雪が降る寒い会津の街で、会津の地酒と一緒に馬刺しを食べる、いやーもう最高の贅沢かと思います。で、僕知らなかったんですけども、会津ってろうそくで有名みたいで、そのろうそくにね、この花柄の絵柄とかね、いろんな柄をこう入れたようなものが売ってます。会津の伝統工芸品みたいですね。その他には街中にカフェがあったりします。こちらのお店以外にもいくつかカフェがありますので、散策した際は寄ってみたらよいかと思います。あと会津菓子と書かれたのれんがありまして、カメラをちょっと右に回していきますと、こちら究極のお土産、会津くるみ菓子と書かれてます。このようなお菓子屋さんがあったり、渋川豚屋さんといいまして、お食事とあとは宿泊ができる施設があります。こんな感じになってます。結構歩いてきまして、もうすぐで鳴川町駅に到着します。そこからですね、バスに乗りまして、今度は鶴ヶ城を目指して行こうと思います。はい、鳴川町駅に到着しまして、こちら青色のハイカラさんというバスに乗っていこうと思います。先ほどもお伝えした通り、ハイカラさんは会津の町を反時計回りに回っていきます。今、野口英世と看板が見えましたね。もう千円札でも超有名な方で、野口英世さんは幼い頃左手に大やけどを負いまして、家族友人恩師の援助を受けて克服して医学の素晴らしさを味わい医師になりました。その後世界中の人々を救った、とても素晴らしい方です。しかし残念なことに黄熱病の研究中に感染しまして、51歳という若さで亡くなりました。ちなみに鳴川町駅から鶴ヶ城の間には野口英世青春館、手の火傷を治療された病院の跡地があります。また野口英世青春広場には、イベントで屋台が出たり、広場の奥には、野口英世さんの像があるとのことです。その他、会津若松市役所がありまして、建物の外観が素晴らしく歴史を感じさせられます。そのような場所が存在します。はい、バスを降りまして、現在鶴ヶ城入り口の正面の通りまでやってきました。はい、こちらが、鶴ヶ城の入り口の、交差点にいます。で、カメラを右に向けまして、こちらをまっすぐ歩いていこうと思います。しばらく歩きますと、こちらが鶴ヶ城の水堀となってます。はい、これからですね、鶴ヶ城の敷地の中に入りまして、どんな様子か見ていこうと思います。カメラを左に回しまして、こちらをまっすぐ歩いていきます。そうしますと見えてきました、鶴ヶ城です。正式には若松城とも言うみたいです。1868年に起こった戊辰戦争の際に、新政府軍の猛攻に耐えた難攻不落の名城としても有名です。一応伝えますと、難攻不落とは、攻めることが困難でなかなか陥落しないという意味です。敷地内にはこのように芝生が整備された広場があります。まあ、当然中に入るのはね、できないとは思うんですけども、まあ、このような感じになってます。そして芝生の奥にはですね、こちら茶室輪郭という建物がありまして、千利休の子松庵が建てたと言われる茶室があります。なんかお茶を楽しめたりとかね、定期的にお茶会とかも開かれてるみたいです。このようにですね、とても風情のあるところになります。それではですね、鶴ヶ城の最上階に登りまして、会津の市街地をちょっと眺めたいと思います。
はい、このような感じになります。実際訪れてね、景色をね自分の目で体感した方がいいかと思います。それでは鶴ヶ城を後にしまして、こちらの地図の通り、鶴ヶ城付近から、会津若松駅付近まで市街地をまっすぐ歩こうと思います。実はこの先アーケード街がありまして、結構栄えている通りがあります。現在その手前ですが、こちらも昔ながらの味のある建物から現代風のお店が綺麗に整備されている、そんな感じの雰囲気の通りになってます。こちらからアーケード街のある商店街がこの先伸びてます。交差点付近はこのような感じで中規模ビルとかが結構並んでたりします。この辺りは歴史的な感じというよりは普通の市街地、そんな印象があります。はい、ここを歩きながら、本日は訪問できなかった鶴ヶ城よりも東側の主要な観光地、今地図を出しましたが、黄色表示の御薬園、東山温泉、飯盛山、白虎隊のことについてちょっと話していこうと思います。まず御薬園なんですけども、鶴ヶ城の東徒歩約15分の場所にあります。庭園になっておりまして、また薬草を栽培する薬草園が、御薬園の名前の由来となったことで、室町時代からの歴史があるとの情報です。続きまして東山温泉なんですけど、江戸時代には会津藩の湯治場として栄えて、会津若松の奥座敷として発展した温泉街があります。そして白虎隊なんですけども、日本の幕末維新における戊辰戦争の一環である会津戦争に際して会津藩が組織した、武家男子を集めた部隊です。で、16歳17歳の少年たちの構成だったみたいです。で、その白虎隊と関わりがあるのが、飯盛山です。霧雨降る山の中で、ふるさとが燃やされる光景を見ながら、刀で、自分を傷つけて、それで、亡くなっていったという悲しい歴史がある場所になります。その理由としましては、鶴ヶ城周辺の城下町が燃えてるのを、いかにももうね落城したと錯覚しまして、もはや帰るところがないと絶望して、そのような行為に及んだとされてます。で、今歴史的な話としてきまして、市街地の様子も映してきましたが、結構それなりに栄えてる様子がわかりますね。で、あとは一応会津若松市の概要を簡単にお伝えしておきます。会津若松市は福島県会津地方の東部に位置する市で、会津地方の中心都市となってます。人口約12万人です。12万人にしてはね、結構栄え方がそれ以上の感覚があります。で、あと言い忘れてましたが、地図に南側に芦ノ牧温泉というところがあります。芦ノ牧温泉にはですね、有名な旅館大川荘というところがありまして、鬼滅の刃の無限城にこう類似してるとしてね、こう注目された宿があるんで、ぜひその辺も調べてみると良いと思います。で、もう少し歩きますと、こちら交差点がありまして、ここを左側に曲がると会津若松駅があります。いやー、結構歩きましたね。でも鶴ヶ城から全然歩けない距離ではないので、市街地散策の時はぜひ参考にしてください。で、会津若松駅からですね、今度は北側の方の道路を歩きますと、こんな感じでビジネスホテルがありまして、で、せっかく来ましたんでね、喜多方ラーメンを食べて帰ろうかと思います。こちら喜多方ラーメンライムさんで、食べようと思います。はい、こちらがね、とても美味しかったです。チャーシューもいっぱい乗っててね、とても食べ応えがありました。で、自分用にお土産を買おうと思いまして、ラーメンライムさんから近いところにこちら地酒屋さんがあります。こちらでちょっと買い物をしました。はい、宿泊したホテルでいただいたんですけど、こちら鶴ヶ城の地酒と、あとあられですね、米をうまく利用した、会津の美味しさを、堪能できました。以上、会津若松駅周辺を散策してみたという動画でお送りしました。これからもどんどん街ブラを出していきますんで、ぜひチャンネル登録と、もしよかったら高評価もよろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。